一人の男が仕事をしていて疲れたものですから、どこか喫茶店へでも行ってコーヒーを飲んできたいという心が起こりました。こんばんは、お疲れ様と後ろから呼びかけました。しかし、どこで会ったということも、またいつで会ったということも思い出せなかったのであります。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、今日は小川未明のお話を一つ読みます。よしよし、白い門のある家。静かな春の晩のことでありました。一人の男が仕事をしていて疲れたものですから、どこか喫茶店へでも行ってコーヒーを飲んできたいという心が起こりました。男は家の外へ出ました。往来は暖かなおぼろ月夜で、何もかもが夢を見ているような様子で、あちらの高い塔も丘も空も森もみんな霞んで、黒くぼんやりと浮き出してじっとしていたのです。彼は町へ出てから初めて夜がもう更けているのに気づきました。今まで部屋の中で仕事に心を取られていたので、遅刻の経ったのがわからなかったのでした。町にはあまり人も歩いていません。またこの自分まで店を開けている家も見当たらなかったのでした。もうあの家も起きていまい。彼は顔なじみのカフェがもう戸を閉めてしまわないかと思いました。その方へぶらぶらと歩いていきました。彼は歩きながら空を仰いで、なんといういい夜の景だと感嘆いたしました。その町にある彼の行こうとした喫茶店はもう戸を閉めてしまったのです。彼はその家の前まで来てがっかりしました。仕方なしに彼は今歩いてきた道を再び帰ろうとしました。その時不意に彼の後ろで足音が聞こえました。誰だか歩いてくるのでした。こんばんは、お疲れ様と後ろから呼びかけました。彼はこの時立ち止まって誰だかと振り向きました。後ろから歩いてきた人を彼は知らなかったのであります。こんばんはと彼も答えました。すると相手の男はさも親しそうに彼のそばへ寄り添ってきて、私はこの町内に住んでいるものです。疲れたものでコーヒーを飲もうとしてきたのですが、もう戸が閉まっています。やはりあなたもそのおつもりでいらしたように見えましたが、いい喫茶店をご案内いたしましょうと言いました。彼は知らぬ人からこう言われたのでためらいました。しかし町内のものであるということ、またこの人は人の良さそうであること、もう一つは自分と同じようにこの人も仕事に疲れて休息を求めに来たということ、そんなことがなんとなく親しみを感じさせたので、実は私も散歩がてらコーヒーを飲みに行ったのですが、もう戸が閉まっていましたのですと彼は言いました。この辺の町はあまり客がないと見えて早く寝てしまいますね。春の晩などはもっと起きていてくれるといいのですがと相手の男は答えました。もうそんなに遅い時刻でしょうか。まだ12時前です。彼は相手の男が12時と言ったので、もう寝てしまうのは当たり前だというような気もされました。そして家へ帰って自分も眠ろうと考えました。何、ご案内しようという店はすぐこの裏通りですよ。ごく新しく開いたので、ちょっと居心地のいい家ですから、お知りなさっておいでくださいと相手の男は言いました。彼はこうまで言われると
その男と一緒に行かなければなんとなく済まないように思って、ではお供いたしましょうと言いました。二人は並んで話しながらある横丁を曲がりました。彼は今までにもたびたびこの辺りを通ったことがありますが、今夜はどうしたものか、その街がバカに美しくなって目に映ったのです。彼は月の光がこんなにすべてのものを美しく照らしてみせるのだろうと思いました。やがて二人は明るい店の前まで来ました。この家ですよ、と一緒に来た男が言いました。入り口にはすがすがしい緑色のカーテンが垂れています。うちへ入ると、何の花か知らないが、匂いの高い花がたくさん瓶に生けてありました。そして、あちらのテーブルに3、4人の客が腰をかけて話をしていました。また、どの部屋からか低いマンドリンの音が流れてきたのでした。彼と相手の男は一つのテーブルに向かい合ってかけました。この時彼は初めて相手の男の顔をはっきりと明かりの下で見ることができました。そしてあまりその男の顔が小さい自分に別れた自分のいとこに似ているのでびっくりしました。いとこは内容の島で亡くなったので、もちろんいとこの生きているはずはないのであるが、なんとなく彼は親しい気がしました。あそこにいるのはみんなよくここへやってくる人たちなんですよ、と相手の男は言いました。彼はその人たちを見ると、どの顔もかつて一度はどこかで見たことがあるように思われたのでびっくりしました。しかし、どこであったということも、またいつであったということも思い出せなかったのであります。不思議な晩もあるものだ。こう会う人々の顔がみんな見覚えのあるような気がするのは、一体どうしたことだろう。と、彼は自分の目を疑ったのであります。そのうちに相手の男はあちらにいる人たちと顔を見合わせて挨拶をしました。そして、ちょっと、と言って座を立ってあちらへ行きました。彼はさっきから奥の方で聞こえるマンドリンの音に耳を傾けていました。なんといういい音色だろうと思ったのです。これを聞いていると、遠い昔のことなど思われて悲しくなりました。そして誰が一体それを弾いているのかと思ったりしていました。そのうちにぴったりとマンドリンの音が止みました。その時、目の前へ美しい若い婦人が現れて、その人は彼の方へにこやかに笑いながら参りました。あなたはもう私をお忘れになったでしょう、と夫人は言って彼の前に来て腰をかけました。あなたはいつも私がマンドリンを弾いている窓の下を通って学校へいらっしゃいました。そしてある日雨が降って、あなたは大層困っておいでになりました。私はあなたに傘をお貸ししました。あなたはその後私にきれいな本を持ってきてくださいました。その本にはたくさんの美しい絵が入っていました。昔の伝説や詩や童謡やお話やいろいろなものが書かれていたのだけれど、外国の言葉で私にはわかりませんので、ただ私はそのきれいな絵ばかり見ていました。あなたに伺ったら、この本は古い書物で、字引きにもないような文字があるので翻訳することは困難だとおっしゃいました。
私はまだその一つの水車が森の中に回って、白い花が咲いて赤い鳥の飛んでいた絵などは目に残っています、と彼女は言いました。彼はこの話を聞くうちに10年ばかり前のある日のことを思い出しました。そしてどうして忘れているその頃の人を再び今夜は見ることができたろうと不思議に思ったのでした。私はすっかり忘れていました。本当にそんなことがあります。今あの自分のことを思い出しました、と彼は言って、過ぎ去った日を懐かしく思ったのであります。私は時々ここへ参ります。今夜はもう遅くなりましたから帰ります。ちょうど車も来たようですから、これで失礼いたします。いつかお目にかかります、とその夫人は言って出て行きました。時計が12時半を打つと、みんなが帰りかけました。彼は相手の男と一緒にそのカフェから出たのであります。ちょっと気持ちのいいカフェではありませんか。お気に入りませんでしたか、と相手の男は尋ねました。しんみりとしたいいところです。私は今夜は珍しく見覚えのある人に会って、いろいろなことが思い出されてなりません、と彼は答えました。二人はおぼろ月夜の世界を話しながら歩いて四つ辻のところへ来ました。すると相手の男は、私の家はこれから三軒目の奥に入ったところです、どうかお遊びにいらしてください、と言いました。彼はちょうどその前を通りますので、男の入っていく後ろ姿を見送りますと、白い門が立っていました。男はだんだんと白い門から内の方へ入っていきました。彼は家に帰って眠りにつきました。それから数日も経った後のことです。ある晩、彼は男に連れられて行ったカフェを思い出しました。緑色のカーテンの垂れているカフェにもう一度行ってみたくなりました。そこで彼は一人で出かけたのでした。確かにあの時通った道を歩いて行ったのですけれど、どうしたことかそのカフェが見当たりませんでした。彼は幾度同じ街をうろついて、緑色のカーテンのかかっている喫茶店を探したか知れません。あの男の家は、と彼は今度は白い門のあった家を訪ねていきました。しかしこの家も見当たらなかったのです。四つ辻に立って彼は三軒目の家を数えてみましたけれど、どこにも白い門のある家がなかったのでした。彼は近所の人に尋ねてみました。ここらには白い門のある家はありません、と人々は答えました。彼がこのことを家の人や友達などに話をすると、誰も笑って本当に聞くものはなく、夢を見たのだろう、というのでした。よしよし、いかがでしたか。おぼろ月夜の暖かな晩にはこんな不思議もあるのかもしれません。番組へのご登録、評価、それからコメントなどもどんどんお寄せくださいませ。お待ちしております。では次回も楽しみに。よしよし。